ヨネクラクロスボールグランダーで抜けてきた、こぼれ球シュート、先に点を取ったのは新潟。最後はこぼれたところを小川が押し込みました。ついにゴールを割りました。まあ、今のサイドからのクロスでしたかね。ついにゴールを奪いましたアルビレックス新潟、小川の移籍初ゴール。まあ、少しこうガンバの方にリズムが欠けてた時間帯だったんですけどもね、うまくこう新潟の方がしのいでサイドを高く取って決め切りましたね、はい、ここのホニーから抜けてきてちょうど小川の足元、ね、クリアボールがちょうど小川選手のところに来ましたね。さすがの東口選手もここは、はい、そうですね、難しかったですね。足はあのボールの軌道にはありましたけど ね、当てることはできませんでした。